よし、それじゃあね、ほんとちょっとね、日本シニアオープンっていうのがあって、その時にちょっとティーショットで打たなきゃいけないホールが何ホールかあるんですね。で、そのホールの時に、まあ言えば、ロングアイアンを打ちたいというか、ドライバーを打ちたくない。はい、ドライバーを打つとちょっと困るなというところで、ロングアイアンをちょっと何本か持ってきました。テスト。はい、でこれはね、2番アイアン。2番アイアンでシャウトはこれ、何？スピーダー。757、重たい。というシャウトで打ってみます。これはティーショット用なので、ティーアップします。このバンカー狙いでいこうかな。バンカー狙いでバチッといこうかな。さあ、打ちました。お、お、おいくらぐらいのキャリーですか？203、お、もう十分。ということで、今のはこれ。その次は、前使ってた本場の2番アイアン。この2番アイアンが使えたら使いたいなと思っています。じゃあ、これでもやってみようかな。で、シャウトはね、藤倉 MCI っていう、まあまあ、ね、カーボンシャウト。どんなかな？どっちが飛ぶかな？どっちが飛んでくれるかな。目に入った汗が。もう一回打つよ。どっちが飛ぶかな。いくよ。さあ、どうやろう。こっちの方がちょっと球重たいんだけどな。どう？もう一回。192じゃちょっとな、物足りん。200は超えてもらわないと、キャリーが。ショートホールで1個あるのよ、長いのが。もう一回いくよ。さあ、200ヤード超えてくれるかな。うん。ちょっと逃がしたな。うん。やっぱりシャウトが重たいか。変えなきゃいけない。90X。はい。じゃあ最後に、これは3番アイアンです。まあ3番アイアンもね、まあ2番アイアンもあんまり変わらんかなと思うんですけど、ちょっと行ってみましょう。最後に。うわぁ。これはついた。ちょっと左行ったね。どう今の。ってことはほとんど変わらんぞという話。よし。これはスピン量多かった。グリーン止まるけど前行かない。はい、ラスト。今度はこれで強烈強いと思うんです。ちょっとスティンガー。で、結論からすると、楽なクラブがいいなと。はい、これはね、ユーティリティです。ユーティリティの、まあこれは2番、18度。さあ、これはシャウトは、マニアのシャウト、100X。これも重たいけど、これがいいかもしれない。まあ打ってみよう。200ちょっとのショートホール。これで乗せるよ、とグリーンの中に。ああ、これがやりましたね。うん。どう？いや9、まあそれである程度答えが出ました。こっちの方がねえ楽なんだな。もう一回行こう。もう一回行ってみよう。209、強い球やな。どうですか？203、まあこれぐらいの安定度はこれが一番高いかな。じゃあもう一度確認の意味でこの2番アイアンちょっとキャビティっぽい。どっちが安定かな、安心かな。安心が、お、これもいいな。どうでしょう。うん、はい、残念ながらやはりユーティリティにお世話になるようになりそうです。まあ今回は、もうちょっとトレーニングしてこいやいうふうに言われたような気がします。まあトレーニングいうともね、あんまりやったらね、腰や膝痛みますから、まあ適当にちょっと頑張りましょう。はい、これはね、キャロウェイの2番アイアンで、ロフト角は2番アイアンですからね、まあだいたい18度、まあ20度あるかないかですね。でシャウトは、これはスピーダー757のフレックス X、 これはフジクラですね。まあこれがロングアイアンの中では一番安定度が高かったかなとは思います。でその次に打ったの、これは2番アイアンですね。これは本間のクラブ、本間のやつで、もう今ももちろん生産はしてません。 LB ツアーっていうやつですね。でこれは後ろちょっと生でペタペタ貼ってるか分かんないんですけど、これが、これもフジクラのシャフト MCI100X、 これもそこそこ重たいシャフトでちょっと重たかったです。まあグリップは全部4尾ね。で、3番アイアン、これはなんと生でペタペタ分かりません意味不明。全然どこのクラブか分からないんですけど、実はこれはスリクソンなんです。スリクソンのヘッドでシャウトが MCI100、 これ一緒ですね。この前一緒に入れたんです。はい、MCI とイオンミックとスリクソンという3アイアン。これはロフトはですね、ツワイがだいたい18、20度、これは21度やったかな、21度のロフトやったと思います。だからこっちの方がね、ちょっと上向いて飛ぶんでしょうけど、まあ、ロングアイアンですからね、ティーアップするから、あんまり変わらなかないかなと思います。で、最後に打って、さあ、これを出勤しようと。これは、これですね。これ、ロイヤルコレクションさんの、505V2 番。これは18度。まあ、ロード立ってるんですけど、いやー、打ちやすい。すごい打ちやすい。でこれはシャウトはプロフォースといってね、間宮さんという、まあ、メーカーさんです。これが 100HX、 まあこういう UTT 用のシャウトですね。もうこれ硬いで、やっぱりグリップはイオンミックさんというふうに僕はセッティングします。シニアオープンって2015年に出たんじゃかな。まあそれからしばらくちょっと仕事が忙しくてね、あんまり出れなかったんですね。で今回はちょっと頑張ろうかなと思ってます。まあこれでその狭いホールのティーショットを打ったり、まあ難しい長いショートホールでバーンと打ったり、まあやっていこうと思います。これでいこうかな。これセカンドも打てるのかな。セカンドも打てるのね。セカンドは。わあこれはいいね。よしよし。お、なんとかいけそうな。本当？頼む、よろしく。